久島武彦像オープン久島武彦は日本のアンデルセンと称される楠町出身の児童文学者です今年が生誕150年となることからそれを記念して町と教育委員会そして有志で作る委員会が JR 文後森駅前に久島のモニュメントを設置することを決めました 来島の誕生日にあたる今日は除幕式が行われ、モニュメントがお披露目されました。モニュメントでは三人の子どもたちの前で童話を話す来島の姿が表現されています。来島先生の。今までの功績を称えながら、町の活性化につなげたいと。また式に出席した祝利町長は。 観光の玄関口であるこの場所に新たなシンボルが完成してうれしく思うと話していました。